ペテルトムカは、スロバキア出身の外交官であり、2018年11月現在、国際司法裁判所の判事を務める。1956年6月1日に、スロバキアのバンスカービストリツァに生まれ、プラハカレル大学で1979年に法学修士を、1982年に PHD を取得した。また、ウクライナ・キエフの国際法を。 国際関係研究所、フランスニース大学の平和発展法研究所、ギリシャテッサロニキの国際広報、国際関係研究所、ハーグ国際法アカデミーでも学んだ。1986年、チェコスロバキア外務省の法律顧問を務め、1990年には外務省条約局国際広報課長に任命された。その後チェコスロバキアの国連代表部に駐在し、 チェコスロバキア解体後は、スロバキアの国連代表部次席大使を務め、1994年から1997年までは、スロバキアの国連大使となり、国連大使の任を解かれると、スロバキア外務省に戻り1998年まで、外務省の条約局長、法律顧問を務めた。1999年から2003年まで、再び国連大使に任命され、 2003年に国際司法裁判所の判事に任命された。またこの期間、1999年から2002年までの間、国連国際法委員会の委員を兼務した。トムカは、スロバキア国際法学会の学会員であり、2003年から同学会の名誉総裁に任命されている。また、アメリカ国際法学会、ヨーロッパ国際法学会の学会員でもある。 国連総会と国連アンポリでの選挙を受け、2003年2月6日には国際司法裁判所の判事に任命された。ICJ 判事を務める傍ら、2005年には同じく ICJ 判事であったロザリン・ヒギンズが裁判長を務めたベルギー・オランダ間の鉄のライン鉄道事件、仲裁判決の判事を務め、投資紛争解決国際センターによるマレーシアの 海南救助企業とマレーシア政府間の紛争処理に際して ICJ 判事であったステファン・シューエーベルやモハメド・シャハブ・ディーンと共にアイクシド臨時判事を務めた。2009年にもアメリカ法人とエクアドル政府間の MCI 事件のアイクシド臨時判事を務めた。トムカは2011年に行われた国連総会と 国連安保理による ICJ 判事選挙で再選され ICJ 判事としての任期は2021年2月5日まで延期された。また2009年2月6日から2012年2月5日まで ICJ 副所長を2012年2月6日から2015年2月5日まで ICJ 所長を務めた。ありがとうございます。